今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アクタス埼玉新都心店店長の紀藤と申します。今日一日よろしくお願いします。お願いします。間取りは 2DK になるんですかね。 2DK でだいたい35平米ぐらいになります。で、住んでいる人数は1人で1人暮らしになりますね。僕は、まあ、インテリアの仕事をやってますけど、比較的こう実用的に必要に応じて買っていくタイプなので、まあ完成、今はまあ不自由はないので完成度合いとしては8割9割ぐらいなのかなとは思うんですけど、まあ、生活感が割と溢れているので、まあ、そういう目で見てもらえればと思ってます。まずは玄関の方からご案内いたします。よろしくお願いします。お願いします。ここが玄関になりますね。まあ、ちょっとまああんまり見せれたものかどうかあれなんですけど、朝の基本的に必要なものはここにまとめて置いている感じですね。時計であったりとか、あと香水とか、あとイヤホンとかはここに置いております。結構お香が好きなので、家の至るところにお香立てとかが置いてありますね。築35年から40年ぐらいだったかなと思います。ここ10年ぐらいで5回ぐらい引っ越ししてるんですけども、もちろん最初は 1K で、まあ、キッチンがあって部屋があってみたいな、まあ、いわゆる一般的な一人暮らしの部屋に住んでたんですけど、どうしてもやっぱり置きたいものがいっぱいあって広い部屋に住みたいなってなってくると、どうしても築年数を上げていくと自然と家賃も下がってお部屋も広くなるっていうところに気づいて、まあ、比較的築年数が古いマンションとかアパートを探すようになりました。建具とか も古い方がこう味わいがあって、新しい家具とか置いた時の馴染みもいいので、まあ、そういう雰囲気面も含めて好きでこういう古いマンションを選んでます。じゃあ続いてキッチンご案内いたします。ここがキッチンになりますね。休日は必ず料理するようにしてまして、平日はちょっと近くのお惣菜とかコンビニで済ませちゃうこともあるんですけど、まあ、休日はしっかり家で料理して、でまあ、料理しながらお酒飲むのも好きなのでお酒飲んで、でそのためにここに椅子があるんですけど、料理中休憩してお酒飲んだりとか。これはスローハウスっていうアクタスがやっている、まあ、天王洲にあるお店なんですけど、そこで購入したスクールチェアですね。ヨーロッパの、まあ、昔の学校椅子のユーズドのものになりますね。個人的にうちはユーズドがすごく多いので、もともとその新品のものよりも使い込まれてるものとかにすごくこういいなっていう思いやすいので、私はなので比較的こうなんか新品のデザインで綺麗なものとかももちろん好きなんですけれども、何点かはこうユーズドで味わいがあるものを入れるようにしてます。アクタスの場合だと修理とかを出して割と綺麗にした状態で販売しているので、ユーズド品も安心して購入することができるかなと思います。うん、ここはですね、ちょっとここも生活感が出すぎててあれですけど、仕事で必要な資格の本であったりとか雑誌であったりとか、あとはまあ、おつまみのバナナチップスとかあと味噌とか、まあ、そういうものも置きつつ、あとは漫画とかもあるんですけれども、あと私お香が好きなので、結構お香の種類はたくさんこっちに置いてたりしますね。ここがベッドルーム兼リビングルーム兼ダイニングルームですね。やっぱり建具が、まあ、経年変化で色が濃くなっているので、この雰囲気はやっぱり古い物件ならではかなと思います。そもそも、まあ、木の建具を使ってる賃貸ってそんなに今もっと綺麗にされてるところとかが多いと思うので、そういうところはやっぱり古いところならではなのかなと思います。これは業務用のシェルフを購入して本棚にしてるんですけど、まあ、日常的に小説読むので
ちょっと本はたまりがちなので丈夫で大きな本棚を購入しました。意外とこう無機質なものをと温かみのある建具とかユーズド家具とかって意外と相性が良かったりするので、重宝してるかなと思います。植物育てるのはすごく好きなのと、あとお部屋に植物あるとそれだけでかなりお部屋の雰囲気って変わるかなと思うので、うちはこの部屋だけでも多分10鉢から15鉢ぐらいはいるのかなと思います。これがまあここまあおこたて、ここも置いてるんですけど、まああとはこれおすすめの、これスローハウスでも扱ってるお香ですね。すごく香りが優しいのですごく使いやすいかなと思います。あとはこっち側ですかね、ウェス・アンダーソンの写真集ですね。これはもらい物なんですけど、映画とかでも有名な方ですごく綺麗な写真集なので、内容もなんですけど飾っていても様になるのでとってもおすすめです。あとこれはグッド 80% ってアクタスが始めた新しいブランドのパーというスツールになりますね。で無垢のスツールで、そもそも私がその新しいブランドを立ち上げるプロジェクトチーム的なものに入らせていただいておりまして、そこで一緒に開発にも関わらせていただいたちょっと思い入れがあるものなので購入しました。無垢のスツールなのでこう、触ると分かるんですけど、こうしっかりこれ見た目はすごい軽やかなんですけどちゃんとがっしりしていて安心感もあって、で手触りもすごくいいです。薄塗りのオイルなので触った感じがすごく気持ちがいいのが特徴ですね。あ、オイルかかってるんですか？一応ノンフィニッシュっぽく見えるんですけど軽くかかってます。でなので触った感じもオイルよりもさらに木の風合いを楽しめるので、これからどんどん使っていくとどんどんエイジングがかかっていってよりこう素敵な風合いになるのかなって思って楽しみにしてます。続いてこの辺のメインですかね、ダイニングテーブルになります。これはアクタスでも扱っているアルテックというブランドの円形テーブルになりますね。トップが黒でリノリウム素材なのでいいアクセントになっているかなと思います。友達とかこう友人とかが来た時にちょっと出して3本足だと足の本数少ないので、こう他の椅子とかも入れやすいので、ちっちゃいテーブルなんですけど何名かで食事するのにも向いてるのかなと思います。あとは椅子ですね。これキャスター付きの、これアクタスじゃないんですけれども小学校とかの椅子をこうリメイクしてキャスターをつけているちょっと変わったユーズドの家具なんですけれども、家でパソコンとかの作業がここ数年増えたので、それに合わせてちょっとキャスター付きの椅子の方が楽だなと思って購入しました。あとこれも小学校つながりですけど、今充電 iPad の充電器もやってますが、図工椅子ですね小学校の図画工作の授業の時に行った図工室で使ってたような椅子を見つけたので、これもアクタスじゃないんですけども別のところで購入しました。意外と家に入れてみると相性いいんですよね。全部が多分ユーズドだとそれはそれでちょっと違うのかなと思うんですけど、新しいものとかとミックスすることで、いい味が出るのかなと思います。こっち側はもうちょっと結構ごちゃごちゃしてますが、ベッドですね。ベッドはアクタスでこれは購入してます。ちょっともう廃盤になっちゃってるんですけど、無垢のオーク材のベッドですごく低めの作りが特徴ですね。これはちょっと廃盤になっちゃったのが本当に残念なんですけど、すごくお客様からもスタッフからも人気があったシリーズになりますね。なんか洋服とかもう何年もこう選んでいくと自分の好きなものが分かって、何も考えずにこうなんていうんですかね、どの服買っても大体自分のクローゼットにあるものと合うかなってもうなんとなく肌感で分かって購入できると思うんですけど、
まあ、一人暮らしも10年以上経ったので、なんとなく昔はこう、あ、これ失敗したなとかって、この色じゃなくてあっちだったなみたいなことってすごくたくさんあったんですけど、今は割となんかこう、むしろこう失敗しても何年後かには気に入るかもしれないなと思いながら購入してるので、割と失敗してもこう気にせずに集めていくうちに、なんとなく勝手にお部屋が出来上がってて、全然参考にならないんですけれども、まあそういう感じですかね。いっぱい物を一気に買ったりとかを逆に気をつけてしないようにしていて、吟味して合いそうかな、今日買っちゃおうかなを一回こらえて、こう一回お家に帰って考えてから購入するっていうのはすごく気をつけてますね。照明がこれですね、ルイス・ポールセンのアルバスルーンっていう照明なんですけど、今ちょっともうペンダント型が廃盤になってるので今ちょっと手に入らないんですけど、昔購入したものになりますね。綺麗です。こんな感じで天井にこう丸い輪っかとかができるのが、やっぱり今ちょっと昼間なので分かりにくいんですけど、夜はこの感じが、天井に映る光もすごく綺麗な照明ですね。あとはこの、ちょっと気に入っているのはこのアングルポイズミニミニというポータブル型のデスクライトですね。これ店長になった時に同僚からお祝いでいただいたものなんですけど、すごく使いやすくて非常によく使ってます。もちろんベッドでこういうふうに、まあ、読書する時とかにも使いやすいんですけど、これ USB でつながっているので、ちょっと仕事する時とかに軽いのでライニング側にこう持って行ってパソコンにつないで明かりを取ったりすることができるので、お仕事の時にもすごく使いやすいので、実際そのアクタスでもコロナ禍になってからデスク需要、デスクライト需要で非常に人気が出たアイテムになりますね。ここがもう一つのお部屋なんですけども、ウォークインクローゼット的な使い方にしてます。なのでこうちょっと箱とかハンガーとかがいっぱいあって、普段まあ朝と晩しか基本的には入らないんですけど、朝の準備と帰ってきて上着をかけたりとかっていう風に、本当に一部屋をまるっとウォークインクローゼット代わりにしています。なのでこの辺とかこう箱がいっぱい、普段はこれ開けっぱなしなんですけど、中に靴下とかハンカチとかネクタイとかそういうものがこう収納されていて、でちょっと横にもたくさん箱があるんですけど、これ冬物が入っていて、ここでも衣替えも全部できるようになっているっていう感じですね。これはちょっとここに置くのが本当はもったいないんですけど、ウェグナーの CH7 番という、まあ、すごく有名なチェアですね。これ入社して2年目か3年目ぐらいにずっと憧れてて欲しかったのを思い切って購入したんですけど、ちょっと今のお家だとリビング側がなかなかスペースが取れないので、ちょっとここに追いやられてしまっているっていうところですね。じゃあ、もともといたお部屋に戻ります。今日はお邪魔しました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。私がまあ20代なので、アクタスって比較的こうもうちょっとまあ30代とか40代50代とか60代とか、まあ上の世代の方のご利用の方がまあどうしても多いのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、Good 80% って新しい私たち世代に向けたブランドとかもあるので、そういったブランドをこう混ぜていって、で他のところが例えばユーズドになったりとか、もう少しお値段がお手頃なものになったとしても編集方法で全然違って見えるのかなっていうのは私も普段接客していて思っているので、ぜひ参考になれるようなお話ができると嬉しいなと思います。ありがとうございます。今日はお邪魔しました。埼玉新都心店の店長紀藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。